能清経は世阿弥の自信作、代表的な能の演目です。生きるも死ぬも共にと約束した妻は、戦わずして自ら死を選んだ清経を恨みます。その妻に語りかける清経、その清経の心の内を情緒深い渋滞とともに舞い表します。浮き目を水鳥のしずみ、果てと思いきり、人には言わて言わしろ、待つことありや、暁の月に嘘向く景色に、船の平坦に立ち上がり、腰より養生を抜き出し、根の速やかに吹き鳴らし。本日は能清経で使用する装束をご用意いたしました。清経は、代表的な修羅物の曲の一つです。装束としても、特別なものはございません。大口または半切れでございますが、今回ご用意したのは白地に金糸の模様が入っております。これをズボンのように履きまして、着付けとしましては亀甲模様、総亀甲模様という模様でございます。これの上に長剣というものを羽織ります。こちらは花籠の模様になります。能面は中条という表です。中径、扇のことですが、こちらは穂掛けという模様です。ぜひお能を見に来て